様。もう一度答えろ。おやめください。どこにおるのか言え。マサコ殿、何を。この坊主、舌をなくしたようでない。何とぞお助けを。どうかこの場は私に。よかろう。だが口を割らなければ私が変わる。やめろ、やめて。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純真がどうした。もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純真をどうする気ですか。奴も襲撃に加担しておったのだ。流民を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、流民の野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所を事細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純真に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。坊主を見つけたら私のやり方で処する。雅子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純真の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。父子を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。いいえ。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の仇が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。やめよう。ゲスども、報いを受けよ。神聖な寺を血で怪我しおって。純真を見つけるぞ。急げ。まもなく寺です。待っておれ純真。伏せて。そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。
えば我らは負ける。とうに負けておるわ。だけのはず。それで約束なされた。一族の仇を討つとな。聞こえておりますな。あれこそが敵。約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと。気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです、仇のために。龍蔵を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。雅子殿、二度と刃を向けぬよう。わかった、約束だ。足跡があるはず。こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。
純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。政子殿、花とは姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが、二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。ケンジ、何をしておる。酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです。肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっ切る気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。俗に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。堅実な商いをしろ。それも命がけですよ。最初の品は坊主んとこの酒でしたし、
まさか盗んだというのか。もし捕まっても多めに見てくれそうでしょ。知恵を絞ったのだな。そうでしょ。だけどあいつら僧兵でして、太刀や薙刀を持ち出してきっとまだ探してますよ。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。顧みるべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです。お元気で何より。好きにしろ。罠だったか。騒ぎを起こさずに賢治を守らねば。おーん、なんでまたこんな偏僻なところに。ここなら俺が丸腰だと。またご冗談を疑うもんですか。金はどうした。もちろんここに。また賢治を殺すにしては数が多すぎるな。金の話をしたいわけではないからな。欲しいもんでも仕入れましょう。アザコーラに行ったことはあるか。それはもう飽きないで。ええ、でアザモノデの漁師と知り合って話を聞いたんだ。クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんてデタラメですよ。分かってる。だが一つ気になってな。クロードが現れる前、裏に秋人が猛虎に酒を振る舞っていたそうだ。こいつを殺せ、クロードもだ。助けて。あいつか。ジプスゲイ、助けて。嫌だ、このままじゃ死んじゃう。あの目は本気だ。こんなところで死んでくれ。もうここまでおるぞ。避けろ。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ船なきことに命を閉すのだ。船内なんて全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。民が浪人に襲われておる。あの男だな。さっきまで生きてたのに。やられたばっ。見に行こう。どこだ。逃がしはせんぞ。ああ、
調べるか。誰か。もし。あまり話すな。お頼みがあります。なぜ襲われたのだ。わかりませんが、村の男らがさらわれました。私の夫のキサンタも向かった先は北の山あいへ行くと話していました。どうか夫を救ってください。あの山あいのことか。盗人が商いや人売りに使う地。そろそろだ。誰がやった？この近くにいるのか。急げ。覚悟しろ。畜生。お見事でございました。お主、宿の者か。人違いかと。浪人は東へ向かいました。東とは？川沿いの崖だと言っておりました。あそこだろうな。お主は荷をまとめて逃げろ。崖際に浪人がおる。
声も聞こえた。どこだ。誰がやった。酒井の仕業だな。二枚だね、カムライ。さあ、褒美を持もう安全だ。助かりました。よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中には槍川家の老頭もおりました。反乱の残党か。民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と清次郎、それと喜三太です。良いことを聞いた。殺された仲間を弔った後、どこかへ逃げろ。喜三太がおるはずだ。俺のことより宿へ急いでください。妻が切られたんです。話したぞ。それで。最後まで案じておった。そんな、なんてことだ。仇は討ち取った。もう傷つく者は出ないだろう。ありがとうございます。死んだ妻に別れを告げるため宿に戻ります。Thank you.